Perfume と私、今回はですね Perfume の行く先というかゴールについて話したいと思います。私が非常に尊敬するブロガーにエレクトロキャットさんという方がおられます。まあ、この人はすごい人でですね、もう本当すごい人なんですよ。まあ、札幌千秋楽にね、中国経由で来たというぐらい、まあ、仕事何をやってるのかちょっとわからないんですけれども、ちょっと変わったというか行動力のある非常に素晴らしい方なんですね。ツイッターなんかでですね、この方が一躍有名になったのは韓国に行くときに、あの韓国のありましたよね、授賞式ね、あの時にですね飛行機が一緒だった、すぐ近くに座ってたっていうことをですね、記事に載せて、でも話しかけなかった、話しかけなかった自分はチキンだみたいなことを言ってましたが、話しかけなくて正解だと私は思ってます。きっとマネージャーのモスさんも あの人ファンだと気がついていたと思うんです。なぜなら行きも帰りも、一緒だって、きっと絶対に挙動不審だったと思うんですよ。で、多分話しかけてきたらモスさんを代表とするとあのマネージャーであったり、アミューズ側のねスタッフは今ちょっと疲れてるんでとか、ちょっとあのここは勘弁してくださいっていうつもりだったのかもしれないです。でも彼は一切声をかけなかったそうなんですね。非常にあの素晴らしいことだと思います。きっとマネージャーの、スタッフの方々はマネージャースタッフの方々は あの人ファンなんだけど声をかけないでいてくれてる、なんていいファンなんだっていうふうに思ってると思うんですよね。その、方なんですけれども、まあ、その方のブログはねもう非常に面白くて、妄想小説というかね妄想を書くというのであって、Perfume が、引退する時の話をついこの間のブログに載せました。Perfume がどこを目標にしているのか、例えばもうアイドルだったらもう頂点だと言われる、日本武道館、これを 2days 満員にした、もうこれでアイドルとしては最高点だと思うんですよね。インディーズ上がりのアイドル、ついこの間までラクーア、東京ドームのすぐ近くの、ジェットコースターの下にある、イベントをする広場です。そこから東京ドームまで駆け上ったのは Perfume だけです。ジェットコースターの音の中、もしくはいろんな人のこう歓声というかね、まあ、あの遊園地みたいなところですからね、そこで彼女たちはイベントをしてました。これも動画に残ってます。彼女たちはどんな思いでそこで、コンプリートベストの、アルバムの発売イベントをしてたのか、そこから彼女たちは東京ドームに駆け上ったわけです。これはアイドル、ね、今地下アイドルであったりね、本当に、ブレイクするのを夢見て頑張っているたくさんのアイドルにとっては本当にお手本になるっていうか勇気をもらうことができる。あの楽屋から東京ドームまで上り詰めた人がいるんだ、こういう目標としてでもですね、Perfumeは、一つの到達点、日本武道館を、到達して、その後東京ドームまで行きました。この先どこに行くのか、東京ドームが終わった時もみんな思ってたんですね。日本武道館が最高の到達点だと思ってたら、東京ドームまでやっちゃったわけです。さあこの後ドームツアーだとかね。と言ってもですね、まあ一つの頂点の象徴はクリアしたわけですよね。東京ドームと日本武道館、東京ドームと、あとはドームツアー。 Perfume はドームツアー多分できると思うんですね。でも
そこは目標地点ではないような気がするんですよ。今回の JPN 多分東京ではですね、埼玉や日本武道館をしなければ、会場を抑えれば東京ドーム 2days ぐらいできたと思うんです。今の Perfume にはそれぐらいの勢いがあると思います。しかし彼女たちはそこは到達点にしてないような気がしたんですね。もう大きな会場でたくさんのお客さんを集めてやるっていうのは彼女たちにとっての目標ではないような気がするんです。なぜならフェスでたくさんの人の前で自分たちのことを見に来て、自分たちのことだけを見に来てくれたお客さんではなく、フェスを音楽を楽しみにして来てくれてる人の何万人という前で彼女たちはライブをもうすることをが可能なわけです。これも今、ブレイクを、夢見ているアイドルたちにとっては一つのモデルなのかもしれません。そして、Perfume は世界進出っていう、一つの目標を掲げました。しかしいつでも帰ってくる、自分たちは変わらない、日本でやってることをそのままただ世界で自分たちを求めてくれる人がいるならば行くっていうスタンスです。レーベルが変わって、世界同時発売っていうのをしてるわけですけれども、それに対してもそれほど気負いというのは感じられません。韓国の例えば、ショーであったりね、フェスであったりっていうのに呼ばれるのも別に Perfume が、大々的に韓国にいろんな、なんですかね、プロモーションを行ったからっていうふうには見えないわけですね。彼女たちが、MJ でカラーや少女時代の人たちと仲良くしてた、友達になってください。彼女たちはダンサーでもありますから、カラーや少女時代のやっていることの凄さっていうのは、分かって同じ、まあ同じジャンルではないですけれども、ダンスという点においては仲間だというふうに思ってると思うんですね。Perfume が韓国の人と仲良くするのを嫌うファンの人が、たまにいますけれども、あの音楽をそういうイデオロギーとかね、もしくはそういった見方しかできないっていうのは非常に悲しいんですが、 Perfume に関してはその辺のことはものすごくニュートラルですね。なんと言われようが、全然気にしてないっていうかね、本当に純粋に音楽を、愛してますからね。で、そのフェスに行った時にですね、少女時代やカラーがですね、彼女たちと仲がいいのを見て韓国の人たちが、あ、Perfume って仲がいいんだっていう風に好意的に捉えてもらう。 Perfume が目標にしてるのは世界で売れることや世界で、有名になって金儲けをすることではなく、純粋に自分たちの音楽を世界に広めたいっていう目標があるんでしょう。さて、 Perfume が多分自分たちの音楽であったりパフォーマンスを世界で、成功、あの披露してたくさんの、ファンが楽しんでもらう、楽しむことができる、彼女たちはそこを、目標地点にしているんでしょうか。彼女たちの最終目的地はどこなんでしょうか。ここで一つの仮説を話したいと思います。彼女たちは多分、彼女たちの目標地点は多分、自分たちが本当に Perfume でよかった、 Perfume としてやりたいこと、やれることを全てやったと思って、もう体も動かないよね、もう自分たちの表現は今まで通りにいかないよねって言って、体の衰えを感じてパフォーマンスもですねうまくできなくなった、そう、スポーツ選手が十分に思うプレーができなくなった時、引退するように、彼女
終目的は、どんだけ幸せな顔で3人仲良く引退宣言をするか、ファンのみんなによく頑張ったね、ありがとうって言われながら引退するか、それが彼女たちの大きな大きな最後の目標地点なんじゃないかなっていうふうに最近考えるようになりました。エレクトロキャットさん、電脳猫さんですね、のブログに2050年に Perfume が解散するという、妄想小説が書かれています。ぜひ皆さん読んでみてください。ハンカチもしくはタオルを持ちながら読むことをお勧めします。